やっと、やっと、やっと、港の近くまで、猫の餌やり場まで戻ってこれたぞね。灯台、めちゃくちゃ山の上だったぞね。まさか、猫島で山登りしよるなんて、いや、全然思うちょらんかったけど。マスターが先導してくれよったけ。苦労した分以上に楽しかったぞなもし。それに、それに、その後の廃小学校でのお昼ご飯。石炭もお水も美味しかったし、マスターももりもりおにぎり食べて。あ、顎の下、大人がお弁当さんつけてたらみっともないじゃね。猫ちゃんぞね。やってきてくれたぞね。あそうかそうか、イオがマスターのお弁当さん食べよったけ、自分たちもご飯もらえるかと思ったんじゃの。他の観光客さんらからもらいそびれよったんかい。あ、よう見たらクシャンクシャンってくしゃみしとる子もおるし、本当にそげなのかも。この子たち餌取り競争に出遅れちゃった子たちなのかもしれんね。こりゃマスターの言った通り、他の観光客さんたちと餌やりの時間ずらして正解だったぞな、もし。腹ペコで一日過ごすことになる子が出たらかわいそうじゃもん。ほんなら、あ、いりこの袋を。お、うわ、猫ちゃん集まってきたぞな、もし。こりゃすごいぞね。さすが、猫島。猫ちゃん天国ぞね。マスター、マスター。見て、見て。わしのお膝に、猫ちゃん乗ってきたぞね。で、これ、甘えてるとかじゃなくて、単なる、餌狙い？へっ！餌、ヒリコ？これを、投げて、ほい！だぁ、ふぅ、やっぱり餌だけが目当てじゃったんじゃね。ほっとして嬉しいような寂しいような。って、あ、はいはい、あんたたちにもあげますけん、ちょこっと待ってな。
みんな結構お腹空かせとるみたいやけん、手分けするぞね。イオはこっち側の甲に入り込まくけん、マスターは。ならそっちは任せるけん。はいはい、お待たせ。みんな仲よ、譲り合って食べねばいけんよ。それよしよし。ああ、喧嘩したらいけんよ。仲よ仲よ。ほれ、そっちの子も食べんさい。元気よかね。ほんならこっちに。それ。そしたらこっちの子にも。ほれ、おいしい、おいしいね。くしゃみしとる子も。あれ、ありゃ、横取りされてしもうたね。ほんなら、もう一回。あれ、ありゃ、またダメじゃ。みねこちゃん、とろくさいね。なんや、イオのことを見とるみたいじゃな、もし。マスター、チクと力を貸してほしいぞね。残りのエリコ袋ごと持って、元気な子たちを少し離れたとこまで引っ張ってってほしいぞな、もし。で、わしは一つ紙だけいりこをこっそり隠し持っておくけ。そうそう、泥臭い子はマスターについていけんけん。出遅れた子に餌をあげればきっとみんな仲よお腹いっぱいになれるでしょ。ほんじゃあマスター、よろしゅうね。おお、みんなすごい勢いでついていく。ああ、くしゃみ猫ちゃんはついていかんでよろしいよ。こっちに残っておったら、あれ、やっと美味しゅう食べれたね。あれあれ、一緒に出遅れたミヤニ猫ちゃんもおじいちゃん猫ちゃんも焦らんとゆっくりお食べ。
あ、マスター、おかえり。ありがとう。マスターが元気な子たちを引っ張ってくれたおかげで、泥臭い子たちも美味しいご飯食べられたけん。あ、もう猫ちゃんたち眠眠やね。くしゃみ猫ちゃん、くしゃみもやんで、はコロンって安心しきってお腹上に向けやったじゃなもし。ん？マスター、なんでそんなむずがゆそうな顔してお耳触って、はひょっとして。猫ちゃんから飲みとかもらっちゃったぞね。いけんいけんいけん。いよ、ちゃんとジェルタイプとスプレータイプの消毒薬にティッシュにハンカチ、あれこれ持ってきとるけ。あーん、どこか猫ちゃんたち締め出せるどこ。あ、船着き場にある待合所、あそこでお耳確かめるぞね。